乱世の先を築くのはこの総モーテだ。差し金かは知らんが、わしを切れるとでも思うたか。力なき者があがくな。この乱世、力持つ者こそが勝者たりうるのじゃ。くっ、力か。董卓よ、ならばわしはいずれその力をもって貴様を討つとしよう。大丈夫かね。死ぬことはあるまい。あれでしぶとい男だ、毛沢。おお、あっや、ダメだったみてえだな。無理をするからだ。今は逃げ、力を入れ、我が時を得るまでは。このまま洛陽を脱する。下降と下降へ、ひたすらにかけよう。今はこの男に困ってはおれん。生き延びることを最優先とせよ。董卓様に逆らうは帝に逆らうも同じ。ここは決して通さんぞ。本気になどなれん。今日のところは見逃してやろう。聞いたか、よく恐ろしき武勇も我が覇道の前に対しうる力を得るなら、何せは戦いになる。それが死にも策がある。
ましょう。俺が死にも策がある。こちらをお役立てください。ここまで来るとは、さすが音に聞く総猛徳ですが、ここは抜かせませんぞ。ここも閉ざされた。他に抜け道はないものか。さあ追い詰めたぞ。もうお前らの逃げ場などない。ここは死んでも守りきれ。ありのこ一匹通すんじゃねえぞ。それが死にの策だ。曹操様ですね。私が抜け道に案内いたします。お見事です、曹操様。私は大いに大将長生と申します。おお、お主道卓のそばにいた。だが何故わしを助ける。それは後ほど。裏門から洛陽を抜ける道へ案内いたします。おや、珍しくお疲れのご様子。こちらをお役立てください。そろそろ答えよ。なぜわしに手を貸す。董卓に仕えているのではないのか。すべては官室を見父への訪問のため。曹操様ならばきっと董卓を討てると。ここを逃げ延び董卓を討てと申すか。よかろう。そなたの思いわしが果たそう。私が案内できるのはここまでです。どうかご無事で、そしていつか董卓を。来たか、陳宮殿の予見通りだな。超文明の相手だ。遠征
当だな、モウトク。さすがは歯を行く者よ。お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。なんとか逃げ切れたか。だがわしにはより多くの力が必要だ。この先トウタクを撃ち天下をつかむにはな。